崎チャンネル。こちら金曜日ショーチェック。はい、もうすぐシーズンが終わります。ショーチェックも終わりです。最近試合が少ない。嬉しい。はい、ということでね、やっていきましょう。皆さん最後までね、お付き合いください。さあ、ということでね、ちょっと変則日程、試合毎日ね、カードが変わるんで、ちょっとそこら辺はね、皆さん最新の注意を払いながら見てください。はい、さあ、ということでね、行きましょう。まずパリーグからね、ソフトバンク対ロッテ、10月19日、こちらで1試合のみ、6対0でソフトバンクの勝ちというところでね、ソフトバンク戦が7回106球、1安打7三振、4四球無失点と、ノーヒットノーランね、継続中で、最後ね、不運の当たりで内野安打っていうところでね、まあ、ノーヒットノーランが消えたっていう形ですけども、完璧なピッチング。グッと。ね。もうどうしようもない。ね。で、ロッテ小島ね、5回3分の2、104球、5安打2三振、2四球、4失点っていうところでね、まあ、5回まではね、踏ん張ったけども、まあ、4回ね、ソフトバンクの攻撃、6回ね、ソフトバンクの攻撃、三森がね、レフト前、で、牧原バント、で、今宮フォアボール、栗原ファーストゴロで、ここでね、最近のソフトバンク終わってたんだけども、スーパーアウト2、3塁からね、柳田のショート、悩んだ。あれはエチェバリア。ちょっと無理だね。仕方ない。でね、その後、デスバイネが3ランというところで、まあ、勝負あった。しかもね、8回裏もデスバイネがね、タイムリーヒットを打って、まあ、ここでね、一気に、もう、ダメ押し。で、その後ね、三森の時にね、小野が暴投っていうね、ところで、ロッテはね、もういいところなし、ね、1安打だからね、勝てない。ね、ここで1敗っていうところで、まあこれでね、週末ロッテはね、試合なかったんですけども、あとね、残り6試合で、マジック5っていうところでね、で、オリックスが勝った。ね、これはまあちょっとね、後々また説明するんでね、まあとりあえずこの試合はね、ソフトバンクの完勝です。1対ね、1勝でソフトバンクの勝ち越しになりましたね。続いて、西武対日本ハム。19日、2対6で日本ハム。20日、7対5で西武。1勝1敗の5分っていう形にね、なりましたけども、19日、6対2で日本ハムね。日本ハム、生ため、ね、3年目にして、今季、プロ初登板。で、プロ、初勝利っていうところでね、6回、93球、1安打6三振、3四球、1デッドボール、1失点と、まあ、ストレート、カット、フォーク、ツーシームっていうところを投げ分けてね、まあ、若干ね、投球、荒れ気味だったけども、まあ、西武打線がね、初対戦っていうところもあって、対応しきれずっていうところになったんでね。まあでもちょっとね、まあ勝ったのは良かった。グッ。で、ちょっとでも投球に関してはちょっとね、アバウトな感じだったんで、これはね、まあ来季に向けてね、いい形で、今年ね、まあ初登板になってそこで結果も残してね、終われたんで、しっかりね、また練習して、来季頑張ってもらいたいなと思います。で、リッパーマンね、3回表、宇佐美がレフト前、で、近藤レフト前、で、ノーアウト1塁になって、杉谷がね、このバスター、センター前ね、セカンドがね、若干1塁の方寄ってたんでね、いい形で抜けていって、グッと。ね、これはうまい、バスターだった。でね、5回表、杉谷がこのセンター前、で、西川フォアボール、で、野村のスリーランっていうところでね、まあ、ここで勝負ありっていうね。で、まあ、この日ね、松坂の引退試合だったんで、松坂とこめ、そして高橋コーナーとね、高橋コーナーもですね、変則で先発、ちょっと難しかったかなっていうね、ところがちょっと出ちゃったかなっていうところでね、まあ、6対2、日本ハムの勝利っていうところでね、まあ、松坂のね、引退試合、まあ、最後ね、投げましたけれども、まあ、こちらはね、また後日、いろんな人のね、引退試合含めて、語っていきたいと思いますので、そちらね、乞うご期待してください。で、20日、7対5でね、セーブっていうところでね、この試合ね、ピッチャー松本、5回102球、7安打、6三振、1四球、5失点。フォアボールね、少なかったんだけどね、ちょっと5失点。で、アーリーも4回68球、7安打、4三振、2四球、6失点と、もうね、打ち合いっていうところでね、まあ2回表ね、近藤が先制ホームランを打って、先制したけども、まあ2回裏にね、すぐ攻撃、セーブね、山川ヒット、で、川越アウト、で、ブランドン、次ね、連続ヒット、で、岸アウトになって、2アウト満塁から、山田のね、逆転タイムリーツーベース。で、その先フォアボール。で、栗山がね、2点タイムリーっていうところでね、一気に5点取って。で、3回の裏にもね、山川のホームラン、6対1。これは、西武、勝ったなっていうね、この展開で勝ったなっていうところでしたけども、4回表ね、高間のタイムリー。で、5回の表にね、一気に、まだ野村がね、スリーランホームラン。だから2戦連続、ね、打って、あれ怪しいって言ったところでね、この5回裏、すぐにね、ワンアウトから川越ブランドのね、ヒットツーベースで岸がね、タイムリーヒットを打って、まあこれがね、勝ち越し、あ、まあ同点じゃないね、6対5から、まあ1点突き放してね、勝負っていうところになりましたけども、まあ西武はね、高橋コーナー若干ね、バタつきましたけど、その後ね、大曲、久門、森脇、田村って言ったところでね、まあしっかりリリーフがね、踏ん張って、で、まあね、田村、初セーブっていうところで、まあ、ちょっとバタついたけどね、もうちょっとすんなりね、行きたかったけども、きっちり勝った。まあ、あとはね、やっぱちょっとフォアボールがね、
アーリーもね、ちょっとそこが失点につながっているっていうところでね、制球もうちょっとしっかりしていきたいなっていうところはありましたけども、西武のね、1勝1敗の、5分、日本ハムとね、っていう形になりましたね。で、続いてですね、日本ハムはソフトバンクと21日に対戦しましたけども、ここら辺ね、変則になるんですいませんね。2対2の引き分けっていうところでね、この日、長谷川選手のね、引退試合、最後ヘッドスライディング、グラッチ、あげたいと思います。まあ、こちらもね、先ほど同様、また後日ね、訴えかけたいと思いますけども、まあ、この試合ね、2対2の引き分け、まあ、ピッチャーね、伊藤、10勝目に向けてっていうところでね、7回109球、4安打8三振、2四球1デッドボール、2失点と、あのね、回のツーランホームラン、回、5バッティング、ね。まあ、でもいいピッチングだけ、だっただけにね、10勝、行きたかったですけど、まあ、次回、ロッテ戦かな持ち越しっていうところになりましたし、まあ、このままね、ソフトバンクはすんなり勝って、まだ3位のね、目があるだけにね、こういったとこしっかり勝ち切りたいけども、9回ね、ワンアウトから、代打太田がヒット、高もアウト、で、万波フォアボールで、杉谷のレフトへ同点タイムリー、で、木村三振っていうところでね、ここでね、杉谷、あ、パーンってね、打って、タイムリー。もったいないね。ここもね、だからまあ、ちょっと、まあ、森も、調整しきれずね、投げてんのかなっていうようなね、想像はしますけど、やっぱりね、この後ろが帰ってきてもここバタつくっていうところでね、まあなかなかね、まあ今年1年ね、今モイネロも帰国して揃わなかったっていうところもあるんで、もう本当1年をね、象徴したような試合展開になったかなと思います。まあ逆に日本ハムはね、この9回ね、代打太田、ね、お久しぶりです。ね、ナイスヒット。ね。で、最後ね、杉谷が打ってね、同点タイムリーっていうところで、まあ、若手とベテランがね、融合していい形。で、まあ、あと伊藤にね、勝ち星つけさせてやりたかったなと。で、ソフトバンクのね、もうマルティネスはもう相変わらず、8回119球、5安打5三振、2四球無失点とね、完璧なピッチングでね、で、森に託したわけだけども、まあ、勝ち星つかずっていうところでね、まあ、残念な投球になってしまったんで、こちらもね、9勝、10勝できないっていうところでね、あまあ、なかなか厳しい戦いになったかなと。まあ、結果ね、ここは引き分け。だから日本ハムはね、1勝1敗1分けのね、この3連戦、カー水木5部っていうところで、ソフトバンクもね、1勝1分けでね、まあここは勝ち越しっていうところにね、なりましたけど、ソフトバンクとしてはね、ここ勝ち切りか、勝った。日本ハムとしてはね、いい形で、追いついたっていうね、試合展開になりましたね。あとは、この近藤が今2割9分7厘、あと3厘でね、3割乗るっていうところでね、この連続3割っていうところはね、達成してもらいたい。週末のね、試合も期待してます。はい。さあ、続いて、オリックス対楽天。19日、6対3でオリックス。20日、5対2で楽天。1勝1敗の5分っていう形になりましたね。で、19日ね、オリックス、2アウトからの得点っていうところで、2回裏ね、2アウトから T 岡田のね、ホームラン。これ逆転で、逆転されて、5回裏もね、2アウトから、足立フォアボール。でね、ここ、盗塁。ね。で、紅林、センターへのツーベース。で、ここでね、1打点。で、若月がね、逆転のセンター前タイムリー。で、若月盗塁。で、福田フォアボール。で、25打席ぶりに、宗がね、センターへ2点、タイムリースリーベースっていうところでね、ツーアウトからね、この、繋いで点取ったっていうところがね、グッと。打線としてはね、非常に素晴らしかったかなと。しかもね、中軸から下位を通って上位にっていうね、この打線の繋がりっていうのは非常に良かったかなと。思いますね。しかし、ここの中で気になるのは楽天。ね、バッテリー。ね、早川太田っていうところで、まあ、足立のね、盗塁は、太田がね、セカンドへショートバン送球っていうところでね、セーフにして、で、若月の送球、盗塁っていうところもね、ここ完全に盗まれる。太田ね、投げられずっていうところで、もうフリーパスね、無警戒しすぎっていうね。まあ、逆にね、そういったところをね、オリックスはね、足立、若月、ともにね、ついで盗塁してかけて、しかもそれが得点につながっているっていうところは、非常にグッドな、展開っていうかね、流れ、打線の流れ、戦略だったかなと。逆にバッテリー、バーッと。そこら辺はね、しっかりやっていきたい。ね。で、8回裏ね、2アウト、2塁から紅林センターのね、ダメ押しタイムリー。これがね、非常に、大きかったかなと。まあ、楽天としてはね、そういった、まあ、早川もね、10勝かかってるっていうところでね、そこはしっかり勝ち切りたかったっていうところはあるけども、まあ、そういったところでね、やっぱミス疲れた。早川もね、4回3分の2、91球、4安打4三振、2四球5失点っていうところでね、この盗塁、ここをね、しっかりね、カバーしきれてればね、しっかりっていうところもね、結果繋がってくるんでね、まあ、そういうところ、今後ね、しっかりやっていってもらいたい。逆にね、オリックスはね、田島、5回96球、6安打4三振、2四球2失点とね、しっかり踏ん張って、で、海田、富山、ヒギンス、平野とね、しっかりリリーフ。まあ、富山失点しましたけども、まあ、しっかりね、リリーフで繋いだっていうね。で、まあ、楽天はね、3回浅村のホームラン。で、5回太田のね、ホームラン。で、7回ね、この、ワンアウト満塁から島内のね、ショートゴロの間に1点。だここでパンパンってね、
同点にね、追いつくぐらいいけとけばね、よかったっていうところでね、まあ8回裏のね、この紅林のタイムリーがね、かなり効いたかなっていうね、試合展開になりましたね。で、20日の試合、5対2でね、楽天っていうところで、オリックスね、伏見、5回裏、逆転ツーランで、これでね、逃げ切らなきゃ、オリックスとしてはね、いけない展開。ね。で、山崎幸也、5回3分の2、84球、3安打3三振、1四球、1デッドボール、1失点と。で、6回ね、2アウト、満塁で交代。まあ、ここの交代はね、仕方ないけども、まあ、山崎デッドボール、島内フォアボールがね、これも負けへのキーポイントだったかなと。で、ピッチャーね、吉田に代わって、2アウト満塁から、この鈴木大地を三振。グッドナイスピッチング、カットボール。ね、グッドピッチング。これはね、よく防いだかなっていうね。で、7回表ね、富山、左、こう抑えられずね、4失点っていうところで、まあ、7回表ね、楽天はワンアウトから茂木センター前、渡辺ライト前とね、この富山からしっかりね、左を打って、で、代打横、こうセカンドゴロ。で、2アウト2、3塁になって、山崎のね、逆転2点、タイムリー、レフト。このインコースのストレート系、しっかりね、内側から出してレフトへ、グッバッティング。ああいうバッティングできるとね、ちょっと攻めづらくなる。バッテリーはね、非常に左ピッチャーをね、打つお手本のような、高度なね、テクニックを持った腰の回転でね、非常に良かったんじゃないのかなと。で、2アウト1、2からね、岡島のセンター前。で、これセンター福田ファンブル、バーッと。一気にホームへっていうね、前もあったよ、ファンブル。慌てるとこじゃないよ。しかもね、一塁よ。どうしたの？ね、ちょっとバウンドアウトっていうところもあるけど、そこはしっかり。で、その後ね、浅村、ピッチャー比嘉に代わって、センターで、タイムリーツーベース。これでね、もうジエンドっていう形になって。で、もう、則本はね、8回118球、6安打7三振、無四球2失点とね、グッと、非常に素晴らしいピッチング。でね、楽天としては完璧にね、いい形のピッチャーが抑えて、野手はね、打線をつなげていって、終盤で逆転するっていうところでは非常に素晴らしい試合展開だったけども、まあオリックスとしてはね、この山崎幸也がやっぱ6回投げ切りたかったね。この6回投げ切ってればもっと違う形の系統ができて、その後勝ち切れたっていうところもあるだけに、非常にね、もったいない。この6回表でね、楽天の攻撃。やっぱり山崎デッドボールで2アウト取って、浅村ヒットで、ここ島内で抑えなきゃいけなかったところ、このフォアボールね。まあこの2点がね、山崎にとっては非常に痛かったし、チームにとっても痛かったんじゃないのかなと。だからキーポイントとしては山崎がね、6回投げ切れればっていうようなね、ところでしたけども、楽天がね、そこを一気にね、隙をついて逆転勝ちっていうところでね、1勝1敗の五分でした。そしてオリックスはね、21日、昨日の試合ね、3対2で勝ちっていうところでね、だからオリックスはこの3連戦は2勝1敗で勝ち越し。で、西武はこの3連戦1勝2敗で負け越しっていうね、いうところになりましたけども、まあオリックスね、先発宮城ね、5回3分の2、86球、5安打4三振、1四球、1失点と、スパッとね、あそこ比嘉にね、変えたなっていうところはね、采配も含めてグッと。正直ね、そんな調子上がってるようには見えなかったね。甘い球もあったしね。まだちょっと本調子じゃない。疲れもあんのかな？でもちょっと間空きすぎたのかなっていうところもあるしね。ちょっと本調子じゃなかったなって。でもね、西武には、負け知らずのね、連勝っていうところで宮城としてはね、非常に勝ちもついてね、素晴らしいピッチング。だから悪かったからって言ってね、この前のロッテ戦みたいにバタバタってなってっちゃダメだからね。悪い中でもこうやってしっかり抑えていくっていう部分では非常にね、良かったんじゃないのかなと。逆に西武のね、今井、負けついたけどもね、6回91球、3安打3三振、5四球、3失点と。まあね、今井は、4、5四球はもう想定内っていうところでね、それよりも力強いピッチングがどこまでできるかっていうところが勝負の中でね、まあこのね、4回裏ね、杉本ヒット、で、T 岡田フォアボール、で、足立送りバンド、で、ラベロね、怪我から復帰、ね、初ヒット持ちましたけど、ここではね、アウトになって、2アウト2、3塁、紅林ね、レフトフライ、ね、これを山野辺が落球してね、2失点っていうところでね、だからまあ、こう、今井としてはね、非常に、だから胸のホームランだけだね、取られたのは、ここは、だから実績で入ってないはずなんで、非常にね、今井としてはいいピッチング。まあ、だから山野辺のね、まあ、コンバットっていうところもあるんでね、まあ、もう、ここはね、練習だね、来季に向けて、そこのね、来季に向けての挑戦っていうところのね、試合の起用っていうところもあるんで、まあ、こういったところでね、もっとね、積極的になって練習してね、ポジション奪いに行ってもらいたいなと。内野がね、ちょっと厚めになってきてるんで、ちょっとね、なかなか出番がないところで外野のコンバートだと思うんでね、まあ、こういうミスもね、ありながら、これからね、どんどん成長していってもらいたいなと思います。逆にオリックスに乗ったらね、この2点っていうのは非常に大きかった。で、5回ね、宗がね、19日にね、25打席ぶりにヒット打って、ここでね、エンジン展開っていうところでね、ホームラン、この3点目もね、非常に、でこのままいけるかっていうところでね、6回ブランドにね、レフトへホームラン。まあね、1打席目もね、スライダーいい感じで打たれてるんで、このブランドにね、いい形グッバッティング、非常にね、宮城に合ってたかなと。
で、ツーアウトね、一塁から、次のところでね、スパッと比嘉に変えたっていうのも良かったし、まあその後ね、吉田、そしてね、ヒギンスっていうところは完璧に抑えて、9回ね、先頭山川ホームラン打たれるけども、まあ平野がね、なんとかヒットも出しながらね、抑えたかなっていうところで、まあね、4安打でね、勝つっていうところで、まあね、もうここまで来たら内容どうのこうのじゃないんで、こういったところでね、しっかり勝ち切れたっていうのはね、大きかったんじゃないでしょうかね。結果ね、この西武とオリックスはね、一緒でオリックス。トータルで言うとね、2勝1敗、オリックスの勝ち越し、西武はね、1勝2敗で負け越しっていうところになりましたね。さあ、続いてセリーグ。セリーグも超変則的なんでね、皆さんぜひついてきてください。まずは DeNA 巨人、19日4対4で引き分け、20日2対3で巨人、巨人10連敗脱出っていうところでね、1勝1分けで巨人の勝ち越しになりましたけども、まあ、19日ね、巨人、広岡、9月9日以来のスタメン、10打席ぶりのヒットがね、ライトへ2回表、先制ツーラン、グーッと。このホームランはね、大きかったかなと。で、メルセデスはね、先発、4回76球、7安打3三振、1球3失点。もう、キレもなく、逆球多く、制球悪い。これはちょっときついぞ。あの、オリンピックの時の状況、どういったっていうところで、ちょっと今後ね、クライマックスシリーズに向けても不安。で、DeNA はね、今永先発、6回ね、112球、6安打4三振、1球3失点。まあ、広岡のね、ホームランのみって、しかもあの広岡のホームランはね、正直仕方ない。反対方向へね、広岡が素晴らしかったっていうところでね、まあ、ここはね、あの、内容的には非常にピッチング良かったんじゃないでしょうか。でね、DeNA3 回表ね、あの、守備、2アウトからね、丸振り逃げ。このね、戸柱パスボール、バーッと。これ、チェンジだったはずなのに、で、その後ね、岡本フォアボール。で、ツーアウトからね、ウィーラーがライトへね、タイムリーヒット。で、8回表ね、ピープルズ、ノーアウト一三塁でね、ウィーラー、犠牲フライ。で、これ同点っていうところでね、DeNA は勝てたよ。これは、このパスボールも痛かった。そっからね、失点につながってるし、ピープルズもね、抑えたかったっていうところでね、まぁ、あ、ちょっとね、この終盤に来て DeNA もね、後ろの形がね、もうちょっと、あの、まぁ、来年への実験かな。も含めてね、ちょっと形がっていうところもあるんですけど、まあここがね、まあ消化試合のチームのね、まあいろんな試すっていうところもあるんであれですけども、まあウィーラーのね、一本っていうところで、この同点ね、危なかったね、巨人は。でね、20日の試合、2対3でね、巨人の勝ちっていうところで、DeNA はね、初回、2アウトから佐野がね、2ベース。で、牧ライト前ヒット。で、宮崎ね、あの、2アウト1塁でタイムリーっていうところでね、ここで2点パンパン取って、よーし、行くぞーっていうところでね、巨人2回表にね、すぐ反撃できたのが大きかったね。岡本のセンター前。で、ウィーラーが、同点ツーランホームラン。ね。で、3回、4回、5回、6回と、まあ、四死球でね、チャンス作るも、もう一本出ず、この雰囲気の悪さ。このね、3、4、5、6回はやばかったね。まあ、3回ね、結果的にワンアウト1、2、2アウト1、2から最後ね、2アウト満塁になってウィーラーアウト。で、4回も、ノーアウト1、2塁作ってから、吉川、山口っていうところがアウト。で、山口ね、バント、ダブルプレイっていうね。で、5回。ツーアウトからね、丸、岡本がね、丸ヒット。で、岡本デッドボール。で、ウィーラーアウト。で、6回もワンアウトからね、大城フォアボール、吉川ヒット。で、山口に変えて代打立岡フォアボール。で、ワンアウト満塁から松葉のね、4-6-3ダブルプレイっていうところで、もう、チャンス作ってるのに1本出ないで、雰囲気悪いっていう中で、7回ね、あの、全然点取れなかったのに、丸がポンってね、決勝点のホームラン打って1点取るっていう、これも野球のね、面白さよ。でね、DeNA はね、4回裏、ワンアウトからね、森がセンターへスリーベース。で、戸柱三振の時に、三塁ランナー森がね、飛び出してね、アウト、バーッと。ね。あの、エンドランじゃないんだから。あの、ギャンブルっていうのは、振ったらスタートじゃないからね。当たったらもう、当たった瞬間スタートだから。あれ、振り出してスタートしてんだ。それだったら、もう、エンドランでいいよね。正直ね。リスク高すぎるよね。空振りしたらアウトっていうね。だからそこら辺をね、もうちょっとチームで徹底するかね、練習させないと、ちょっと、ギャンブルスタートの理由をね、分かってない。あの、正直。ロッテの岡、教えてやってほしい。っていうぐらい岡はうまいよ。そこら辺ちゃんとチームで徹底してやっていかないと、そのちょっとギャンブルスタートのね、この、やり方っていうのをね、ちょっと理解してないんじゃないのかなっていうようなね、ところに見えたね。もうあれだ、あのスタートするんだったらもうエンドランの方が、もうマシ、100倍。っていうぐらいのスタートだったんですね。あれはね、バッと、あそこでね、だって1点取れてればね、まあ、ランナーね、戻ってっていうところでピッチャーなんでね、まあそこ点入んなかったかもわかんないですけども、ああいったところはね、しっかりやっていかないと、ちょっとね、もったいないかなっていう試合展開になりましたし、まあ、巨人はね、5安打でね、なんとかね、その後、畑中川デラロサビレイラで、なんとか逃げ切ったかなっていうね、形の試合展開やりましたね。で、亀茶谷ね、DeNA 先発、5回ね、105球、3安打4三振、5四球、1デッドボール2失点と、前回良かっただけにね、ちょっと四死球多いよね。そこら辺の制球をね、もうちょっとまとめながらね、また来季向けで頑張ってもらいたいと
思います。結果ね、1勝1分けで巨人の勝ち越し、連敗脱出でした。さあ、続いて、天王山、阪神ヤクルト戦っていうところでね、19日、11対0で阪神、20日、0対0で引き分け、阪神の1勝1分けで勝ち越し、ね、最後の粘りを見せるっていうところでね、でもちょっとよくわかん、ひょっとしたらひょっとするような展開でね、ちょっとわかんなくなってきたね。で、阪神はね、19日の試合、もう11対0っていうところで完勝。先発ね、青柳が7回122球、3安打3三振、4四球無失点っていうところでね、まあ完璧にいって、で、ヤクルトはね、奥側持ってきて必勝パターンっていうところでね、3回3分の2、65球、7安打5三振、1四球、5失点。まあ初回ね、島田ヒット、で、中野ヒット、で、近本にね、スリーランっていうところで出鼻をくじかれて、で、4回裏ね、ワンアウト、ロハス三振取って、で、木浪、フォア、ツーベース。で、坂本三振取って、この青柳のフォアボール、これが痛いね。で、その後、島田がね、タイムリーヒット。で、中野がね、で、ピッチャー石山に代わって、タイムリーヒットで5点。まあ、これでね、ちょっと勝負あったかなっていう感じで。まあ、奥側もね、ずっと良かったんで、まあ、こんな時もあるさっていうところでね、まあ、しっかりね、今後に向けて調整していってもらいたい。で、5回裏ね、もう決まったかなっていうところでね、4回ね、2点取って。で、5回裏もね、ピッチャー木下に、大下に代わって、マルテがね、ツーベース。で、糸原ヒット。もうロハスアウト。木浪ヒット。もうここからね、で、また青柳もヒット。ね。だからピッチャーにちゃんとしなきゃ、フォアボールとかヒット打たれないように。でも青柳はグッと。ナイス。こういったところのね、ピッチャーの打席。非常に大事。で、島田がヒット。最近島田がね、調子いいっていうところでね、結局16アンダー、11失点だからね。ヤクルトはね、阪神はね、11得点。ね、非常に。島田が5打数4安打3打点。で、中野が5打数3安打1打点。で、近本5打数1安打3打点っていうね、もう1、2、3番が素晴らしい。ね。で、マルテ、糸原ね。ロハスと坂本だけノーヒット。でもまあね、いい形です。解説しようがないです。グッバッティング、グッバッティング、グッバッティングっていう言うしかないです。安心。さあ、続いて、20日、ね、一気に0対0。引き分けっていうところで、まあ、こちらはね、ヤクルト先発、高橋奎二ね、7回89、4安打8三振、1デッドボール無失点。で、ガンケル、7回3分の2、94安打4、94球、4安打9三振無失点っていうところでね、で、まあ、ヤクルトは4安打、で、阪神はね、5安打っていうところで、まあ、ちょっとね、攻めてなかったかなっていうところで、まあ、この2人がね、まあ、今年1年、素晴らしいピッチングでもやってきて、まあ、それがね、いい形出したんじゃないかなと。4回表なんてね、青木山田、この村上のね、連続三者三振になってね、ガンケルの真骨頂出だしね、非常に素晴らしいピッチング、だったんじゃないですかね。で、高橋奎二もね、ほんと、強い球をね、投げていって、変化球っていうところで、ほんと今年1年ね、やってきたところが、非常にね、素晴らしくね、この3回ね、小野寺、坂本をね、下位打線しっかり連続三振で取るっていうところもね、良かったし、5回裏ね、糸原ヒット、で、大山ヒットね、ここピンチ作るけども、小野寺、坂本、で、ガンケルっていうね、まあ、下位打線っていうね、ラッキーさもあったけども、そこしっかりね、打ち取ってね、ピンチをね、自分の力でね、積み取るっていうところも非常に良かったんじゃないでしょうかね。まあ結果ね、0対0の引き分けっていうところでね、まあ、ヤクルトは負けなくてよかったって。阪神は勝ち切りたかったっていうところですけどね。まあ阪神としては、まだまだね、首の皮一枚残ってね、後々、後々にね、またチャンスを残すっていうね、この2連戦、非常に大きかったんじゃないでしょうか。そして、阪神はね、21日、カードを変えてね、阪神対中日、6対1で、阪神の勝ちっていうところでね、まあ中日ね、柳、2回54球、4安打1三振、1四球、4失点とね、タイトル4冠狙ったけども、ちょっとね、まあこれ以上やったらね、防御率とかも落ちちゃうっていうところで、まあここでもうやごめんで、まあ2冠達成。でもこれを今年ね、1年本当に素晴らしかったし、打席でのね、この頑張りっていうところも非常に良かったんで、まあね、最後まあパンパンっていかれましたけど、非常に1年ね、よく頑張ったんじゃないのかなと思います。逆にね、阪神、高橋遥人、8回90球、1安打9三振、無失点っていうところでね、もう球数も少ないし、最後でもなんか肘に違和感、心配だね。これ、まあね、まあ、投げれるけど、やめさせたっていうね、まあ、チームサイドの、発表がね、まあ、それを信じるんだったら、これはマックスいけるかなと思いますけど、まあ、今年競馬があっただけにね、ちょっと心配。そういったところがね、このクライマックス投げれるかどうかで、この阪神のね、日本シリーズへ向けて、もし仮にね、優勝したとしても、日本シリーズに向けてのね、
かなりのちょっと痛手があるんでね、ここはちょっと心配。あと、チッカムとかね、なんかハムちょっと痛めたっていうところで、こう寒くなってるんでね、この今、この11月で、東京も一気に寒くなってるっていうところで、この寒さがね、怪我につながるかどうか、これはね、全12球団の選手にも心配ですけども、そこら辺ね、しっかり体温めてね、頑張ってもらいたいなと思います。で、阪神はね、もう初回から、島田ヒット、中野ヒット、で、近本はね、セカンドゴロの間に1点上げて、で、2回の表ね、木浪フォアボール、ロハスヒットでね、ノーアウト2、3塁。で、坂本のね、取れるっしょ。石垣取れるっしょ。あれ、追われていったのわかるけど、取れるっしょ。ね。で、そこ落として、で、高橋アウト送りバントして、また島田がね、タイムリー。このもう4点でね、もう勝負あったかなっていう形のね、高橋アウトのね、ピッチングに、見えましたね。で、まあ、島田がね、最近頑張ってるよね。で、この日もね、3打数2安打、2打点、1盗塁っていうね、中野4打数1安打。で、近本がね、まあ途中でね、交代っていうところになりますけども、非常にね、いい活躍。頑張ってる。島田に、グッツ、ビッググッ、ナイス。ね。非常に一番でいい働きね。だから島田が頑張るからね、この近本の一番っていうのをね、下げたりできるんで、非常にね、島田の活躍っていうのは、この打線のね、いろんなパターンを決めれる上では、非常に素晴らしい活躍だったんじゃないですかね。で、まあ、高橋もね、非常にグッピッチだったし。まあ、あとは近本とね、高橋のちょっと怪我が心配。でもね、ここ、本当にね、まだ優勝へ望みをつなぐ素晴らしいね、勝ちだったんじゃないでしょうか。さあ、続いて、ヤクルト対広島、阪神勝ったら勝つぞっていうところで、11対7で、広島の逆転勝ち！これは痛いね。ね、2回表ね、林がツーランホームランね、打って先制するんだけども、まあ広島ね、先発大瀬良、3回3分の2、89球、7安打5三振、3四球1デッドボール6失点。もうこちら、まあいいところ投げてる球もあったんだけどね、まあそこをヤクルト打線がうまく打ったっていうところもあるし、小川もね、先発ヤクルト、4回68球、4安打3三振、1球3失点とね、まあちょっとね、まあ両エース、ピリッとしなかったかなと。でね、3回裏ね、すぐさまね、2アウトから、青木がね、ヒット、山田フォアボールで村上タンブリーっていうところで、1点取って、反撃やっていうところでね、4回表、菊池のね、タイムリーヒットで、逃げ切るぞっていうね、形で、この4回裏ね、サンタラから始まって、ね、代打川端タイムリー、ぐーっと、あと1本で、真中さんの、代打記録に並ぶっていうところで、あと5試合かな、あるのかな、これ、いきそうだね。で、タイムリー打って、で、塩見フォアボール、で、青木アウト、で、山田、村上の、連続タイムリーっていうところでね、一気5点、で、6対3、あ、これヤクルト勝ったな、というような試合展開ね、ヤクルトファンの皆さんも見たと思うんです。広島ファンの皆さん、逆転信じてましたかね、ところで、7回表ね、相澤のヒットから始まって、この長野のフォアボール、これが痛かったね。ここをね、代打長のこれを抑えたかった。で、ウグサがね、ノーアウト一塁から、センター前打って、塩見こいつパーッと。あわだね。まあ、本塁ね、狙ったけど、セカンドランナー止まってたよ。サード。まあ、そこまで見えんか。俺はセンターやったことないんで、わからないけど。で、3人全員帰ってきて、バーッと。慌てるとこじゃないよ。慌てちゃったか。まあでもね、塩見は、そういうところが、持ち味だから。ね。そういうなんか、ひちこいて、よくわかんないことやるよっていうところがね、いい意味でも悪い面でも持ち味だから、これに臆することなく、頑張れ後輩として。ね。でね、もう一つやってもらいたかったのがね、田口。を同点追いつかれて、その後しっかりね、守ってほしかった。そっからね、まだ打線がね、繋がるっていうところがね、で、この後、小園のね、センター前。で、田口からスワーズに代わって西川アウト。で、鈴木、坂倉。菊池とタイムリーで最後相澤のタイムリーで7点だから同点でから止めてほしかったね。そこ頑張ってちょっと気持ち切れたのかなっていうところあるけど、切らしてる場合じゃないよ、優勝に向けてはね。そこをなんとか同点のまま止めてほしければね、強力打線でいきだっていうところもあるんで、まあね、塩見はバットだけども、同点でね、なんとか止めてほしかった。でね、7回裏ね、サンタのホームランでこうやってまだ点取るね、力あるんだからね、そういった意味でもまあね、あと、残り試合、ヤクルトは、1、2、3、4、あと5。あと5試合残って、マジック3。そして、阪神が、あと3試合残って、ヤクルトのマジック3だからね。もうこれ3連勝必須だね。だからもうヤクルトはもう自分で勝っていくしかないし、広島はね、なんとかね、首の皮1枚残ってるところをね、勝ち切っていきたいなっていうところでね。まあ、今週まだね、ヤクルト、勝ってないからね。
そういった意味でも、まあ今日も広島戦か、こう変則日程だね。そういったところでもね、とこだと高梨、しっかりね、連敗しないようにね、勝ち切って行きたいなっていうところでね。まあ今日の試合はね、DeNA 中日、ヤクルト広島でね、2試合しかないんでね。まあ佐々木はね、プロ野球ニュースで行きますけども、横浜神宮、今日東京ちょっとね、天気が悪いんで試合あんのかなっていうところですけどもね、ヤクルト、大事な一戦になりますね。さあ、ということでね、総チェック終わりましたけども、まああとね、オリックスが勝ってね、残り試合1。で、最後月曜日、ね、これは山本由伸が投げるでしょう。で、ロッテは、マジックが6で、あ、マジックが5。で、残り試合6。だから、1敗しか許されない。その5勝1敗でいく。最後ね、山本が、勝てばの話ですけど。だから最低でも、明日、明後日の土日の週末日本ハム戦は連勝必須っていうところになるし、逆にオリックスにね、プレッシャーかけたいっていうところで。でも、なんか、見てるとね、噂は、千賀、則本とか、あと伊藤大海も10勝に向けてね、もう一回投げてくるんで、そういったところではね、もう、戦力どころがね、投げてくるんで、そこはね、まあでも、可能性ある限り、勝ちゃいいんだから、ロッテはね、そこをなんとかしていくしかない。逆に、オリックスはね、残り1試合だけども、マジック3っていうところでね、最後、山本が勝つと想定したらね、ロッテがちょっと2連敗、だから、土日ロッテが2連敗したら、オリックスにマジック1が、転倒するっていうことになるんでね、そういったところでは週末のロッテ戦、非常に注目した大事な試合になってくると思います。さあ、ということでね、総チェック終わりましたけども、皆さんもね、この週末、ヤクルト、阪神、優勝どちらなのか、オリックス、ロッテ、優勝どちらなのか、まだまだ分からない試合展開、こんなプロ野球見たことない、ね、皆さん、佐々木チャンネル、総チェックと一緒に、プロ野球、楽しんでいきましょう。さあ、月曜日のね、総チェック、どういう結果になっているのか、まだまだ続くなのか、優勝が決まるなのか、わかりませんけども、皆さん楽しんでいきましょう。今週のプロ野球、優勝争い、要チェック。